株式会社、深沢商事は、かつて、山梨県甲府市に本社を、甲州市に本店を置いて、小売業を展開していた企業を、県内にスーパーマーケット、プラスバリューなどを展開していた。プラスバリューの野号を掲げた2店舗は、破産手続き開始の決定後、イオングループのマックスバリュー東海が、店舗跡を取得し、フードディスカウントストアのザビッグとして、再オープンした。 2007年9月10日より、上記の2店舗で、スイカ電子マネー及びスマートプレス、ビザタッチが決済に利用可能。追放、深沢商事破産手続き開始決定 JC ネット。2014年4月11日、ビッグプラスバリューの深沢商事事業停止等 3JC からぬ、T2014 年4月1日2014年9月26日閲覧、深沢商事 東京商工リサーチ2014年4月1日2014年9月26日閲覧官報広告平成26年3031号山梨県における新たな出店計画に関するお知らせマックスバリュー東海プレスリリース2014年7月1日2014年9月26日閲覧2店舗同時オープンザビッグ構成店ザ ビッグニラサキ展開店のお知らせマックスバリュー。東海プレスリリース2014年9月1日2014年9月26日閲覧。山梨県内9店舗目ざ。ビッグコーフはコ店開店のお知らせマックスバリュー。東海プレスリリース2014年9月16日2014年9月26日閲覧。三菱 UFJ ニコス2007年9月5日付。ニュースリリース。 ありがとうございます。